グラッド4は人では SLC2A4 遺伝子にコードされているタンパク質である。ソルットキャリアファミリーにファシラテイテッドグルコーストランポメンバー4という別名でも知られる。グラッド4はインスリンによって調節されるグルコーストランスポーターで主に脂肪組織と黄門筋に見つかる。これまで知られていたグルコーストランスポーターとは別物であると 確定できたという最初の報告は1988年にデビッド・ジェームズによってもたらされた。グラット4をコードする遺伝子は1989年にクローニングされマッピングされた。筋細胞や脂肪細胞においてグラット4は細胞表面で血中から細胞内へグルコースの濃度勾配に従った促進拡散を行う。細胞内に入ったグルコースは 肝臓では、グルコキナーゼによって、他の組織ではヘキソキナーゼによって、迅速にリン酸化され、グルコースマイナス6リン酸が形成される。その後、グルコースマイナス6リン酸は、解糖系に入るか、あるいはグリコーゲンへと多量体化される。グルコースマイナス6リン酸への変換によって、細胞外へ拡散で戻ることはなくなり、グラット4によって、グルコースが細胞内に、 受動的に移動するために必要な濃度勾配も維持される。グラッド4はユブックスドメインも含んでいる。このドメインは指基ンを調節し、細胞シグナル伝達を助ける。他のすべてのタンパク質がそれぞれに独特の機能を持てる理由は、それぞれの一時配列、つまりどのような順番でアミノ酸が アミド結合していくことによって、そのタンパク質ができているかということに大きく関係している。それと同様に、グラット4も、また独特の一時配列を持つことによって、細胞膜を越えたグルコースの輸送を行うという機能を持つことができている。ところで、グラット4の場合は、例えばインスリンのシグナルが入ると細胞内にあったものが、 細胞膜上に移動するといったダイナミックな動体を示す。N 末端のフェニルアラニン残器に加え、C 末端の2つのロイシン残器と酸性を示す。肝脳元がエンドサイトーシスやエキソサイトーシスといったグラット4の動体に重要な役割を果たすと考えられている。14種類のグラットタンパク質が存在し、配列の類似性に基づいて3つのクラスに分類されている。 グラット1から4と14がクラス1に属し、グラット5、7、9、11がクラス2に、グラット6、8、10、12、13がクラス3に属する。それぞれのグラットタンパク質の配列には、差異が存在するものの、基本的な構造的要素は共通である。例えば、グラットタンパク質の N 末端と C 末端は、細胞質側に露出しており、 すべてが12箇所の膜貫通領域を持つ。筋肉が収縮すると ATP が消費される。ATP を合成するのに必要なエネルギーは解糖系や酸化的リン酸化など様々な経路に由来する。これらの経路は開始物質としてグルコースを利用する。骨格筋の筋細胞では運動や筋収縮の結果、グラット4は細胞膜に移行し、 細胞膜上に存在するグラット4の数が増加する。運動中、体はエネルギーとして利用するためにグルコースを ATP へ変換する必要がある。グルコースマイナス6リン酸の濃度が低下すると、ヘキソキナーゼの阻害が解消され、ATP の合成を行う解糖系や他の酸化的経路の進行が可能になる。また、 筋細胞内のグルコース濃度が低下するにつれ、より多くのグルコースを取り込めるようになる。この時に、細胞内のグルコース濃度を高めるために利用される、主要なトランスポーターがグラット4である。運動と同様、筋収縮もグラット4の細胞膜への移行を誘導するが、この2つの過程では、細胞内で異なる形態で存在するグラット4が、細胞膜へと移行される。 グラット4を含む症法にはトランスフェリン陽性のものと陰性のものがあり、それらは異なる刺激によって呼び寄せられる。トランスフェリン陽性グラット4症法が筋収縮の際に利用されるのに対してインスリン刺激や運動によって活性化されるのはトランスフェリン陰性症法である。心筋は骨格筋とはわずかに異なる。安静時は心筋では主要なエネルギー源として 脂肪酸が好んで利用される。活動が増加し、心拍数が増加するにつれ、心筋はより効率で、グルコースの酸化を開始する。心筋でのグラット1とグラット4のメッセンジャー RNA レベルの分析によって、心筋ではグラット1がより大きな役割を果たしていることが示された。しかし、グルコース輸送の主要なトランスポーターは、心筋においてもやはりグラット4であると、 考えられている。他の組織と同様、グラッド4はインスリンシグナルにも応答し、細胞膜へ輸送されて、グルコースの細胞内への促進拡散を行う。脂肪組織は、代謝の向上性を維持するためのエネルギーの貯蔵庫である。グルコースの形で取り込まれたエネルギーは、一部が消費され、残りは、栗リ抗原として、主に肝臓、筋細胞。 死亡に貯蔵される。クルコースの摂取が多く、エネルギー消費が少ないという不均衡は、脂肪細胞の肥大とか形成を引き起こし、肥満につながることが示されている。それに加えて、脂肪細胞でのグラット4の変異によって発言が増加し、クルコースの取り込みが増加してより多くの脂肪が貯蔵されることがある。ガツ4が過剰発現すると、栄養分の分配が変化し、 より多くのグルコースが脂肪組織へ送られ、脂肪組織の重量が増加する。我々が食事を行うと、血中のグルコース濃度が上昇し、それを感知した水臓からインスリンが血流へ放出される。インスリンは水臓の β 細胞に貯蔵されている。β 細胞の細胞膜には常にグラット2が存在しており、血中のグルコースを取り込んでいる。 血中のグルコース濃度が上昇すると、ベータ細胞に取り込まれる、グルコースの量が増加するので、これによって、ベータ細胞内ではエネルギーを多く獲得できたことで、ベータ細胞内で、シグナル伝達が開始され、ベータ細胞内の消法に貯蔵されていたインスリンが、血流へと放出される。血中のインスリン濃度の上昇は、全身の細胞で、グルコースの取り込みの促進を引き起こす。 血中のインスリン濃度が低い時には、筋細胞や脂肪細胞のグラット4のほとんどは、細胞内の小胞へ隔離されているが、細胞膜上の受容体に、インスリンが結合すると、小胞は細胞膜と融合し、グラット4は細胞膜へ挿入されて、グルコースを輸送できるようになり、細胞内へのグルコースの取り込み量が増加する。インスリンシグナル伝達経路はインスリンが、 インスリン受容体タンパク質に結合することで、開始される。シグナル伝達が完了すると、グラット4貯蔵症法が、細胞膜と一体化する。その結果、グラット4タンパク質チャンネルが、細胞膜に埋め込まれ、細胞内へのグルコース輸送が可能になる。グラット4が関与する機構は、カスケード反応の一例であり、リガンドの膜受容体への結合により、シグナルが増幅され、 細胞の反応が引き起こされる。この場合、インスリンがインスリン受容体に結合し、インスリン受容体が二両体になると、受容体のチロシンキナーゼの部分が活性化される。インスリン受容体は、インスリン受容体気質を活性化し、IRS1 は π3 キナーゼに結合する。π3 キナーゼは、膜脂質 PIP2 を PIP3 に変換する。PIP3 は、 プロテインキナーゼビと PDK1 によって特異的に認識され PKB をリン酸化して活性化する。リン酸化が起こると PKB は活性型となり TBC1D4 をリン酸化してその GTP アーゼ活性化ドメインを阻害する。GTP アーゼ活性化ドメインは G タンパク質ラブを GTP 結合型から GDP 結合型へ変化させるため。 このドメインの阻害によって、ラブの活性型が維持されることとなり、グラット4の細胞膜上での発現が促進される。ラック1もインスリンによって活性化される GTP、RZ である。ラック1は、表層ワクチン繊維の再構成を促進し、グラット4小胞の細胞膜への挿入を可能にする。ラック1のノックアウトマウスでは、筋組織でのグルコースの取り込みが減少する。 グラット4のヘテロ接合型のクアウトマウスは、糖尿病を発症するとともに、筋肉でのインスリン抵抗性が生じる。筋収縮は、筋細胞を刺激し、グラット4受容体を細胞表面へ移行させる。これは特に心筋に当てはまり、連続的な収縮によって、グラット4の移行率が増加する。一方、骨格筋の収縮による増加は、比較的少ない。 骨格筋では筋収縮によってグラット4の移行は数倍に増加するがこれはダック1や AMP 活性化プロテインキナーゼによって調節されていると考えられる筋身長もグラット4の移行を促進しダック1を介してグルコースの取り込みを促進することがマウスの筋肉で示されているグラット4はダックスと相互作用することが示されている ダックスはアポトーシスの調節に利用され、細胞質でグラット4と結合する。グラット4などに見つかる U ブックスドメインがアポトーシスシグナルの伝達に関係していることが示されている。この相互作用はダックスの細胞内の移行に利用されている。加えて近年の報告では、会話などの中枢神経系においてグラット4に遺伝子が発現していることが示された。 さらに、海馬において、インスリン刺激による、グラット4の輸送の阻害を行うと、代謝化姿勢とウ,ミウマの神経細胞の過疎性が低下し、うつさま行動と認知機能障害が引き起こされた。ただし、別にグルコースを摂取していなくとも、体内では、糖心性によってグルコースは合成される。何よりも、結局、摂取したエネルギーが、 消費しているエネルギーよりも多い時は脂肪細胞の肥大とか形成を引き起こし肥満につながる。従って単純にグルコースを摂取しなければ肥満が解消されるというわけではない。ありがとうございます。